えー、皆様、こんにちは。米国食肉イス連合会の山正治でございます。えー、実は今、ここからライブ配信をやっておりまして、えー、今、スーパーマーケットトレードショーというところにいます。ちょっとカメラさんの方を見てもらってですね、こういう会場の中でやっておりまして、えー、私たちのブースがですね、えー、こういう形で、えー、アメリカンビーフ、ポークの えー、ブースになっておりますで、こちらは実はあの a、えー、キッチンがありましてですね、えー、ライブキッチンというで、今日はあの実はアメリカンポークの a、えー、クッキングでもをしようかなというふうに思っていますで実際やっていただけるのは、えー、シスクラたけるシェフですおっしゃいますはいで今日は生内容。よ、え、う、ー クッキングデモをするかというと、まあアメリカンポークと言いましたけども、料理は何かというと、はい。今日から実は販売スタートですね、なりました、ダンチューさんの豚肉料理と、えー、こういうのが今日からスタートしております。その中で、アメリカン、アメリカンポークのですね、美味しい、えー、ローストポーク。 これをクッキングをしくらしていくのにやってもらおうというふうに思っています。ね、えー、ご存知のように、まあ、後でまた原材料、どういう原料かというのはまたお見せしますけれども、えー、より美味しいキーワードは塊肉ですね。低温調理と。まあ、こういった低温調理、塊肉のどうやって調理したら美味しいかということをシェフの方に実際デモンストレーションをしてもらって見ていただこうかなと。 今日は本当にあのライブ配信なので皆さん、スマホかなんかで多分視聴されていると思いますけれども皆さん、本当にありがとうございます、多分あの東京以外、日本各地いろんなところからスマホでリンクの方に入り込んで、ユーチューブですかね、それで見られていると思いますけれどもぜひお願いしたいというふうに思いますすもう一回ちちょっとでででささんんね今週スタートす。 はい、それではちょっと志倉シェフの方に移りまして、はい、今日はでは、はい、今日どういった。カ肩ロースを、えー、豚のねカタロアメリカンポークの肩ロースを使いましたローストポークですねあのー、今日はあのボニークというですね、はい、低温調理器を使いましてもうほんと簡単にプロ並みのものが誰でも作れるというものをやってみたいと思います、はい、えー、シェフあの カタロースちょっとね、はい、ここにありますけども、ねはいはい、どうですかねアメリカンポークの肩ロース呼び方だったら CT バットとか、はい、こういうんですけどもどんな感じですかねえっとですねやっぱりこう油と脂身とですねあの赤身の肉のバランスがですねやっぱりこう一番僕はいい部位だと思ってですねあの本当に一番大好きな ところでございます油もね結構あの美味しいんじゃないですかねそうですねなのでこれローストポークにすると逆にね本当にみずみずしいのができるですよなんかその特徴的に言ったらどんな感じなんですかポークのアメリカンポークの特徴はアメリカンポークの特徴ですかやっぱりこう肉汁とかですね低温調理することでやっぱりこうあふれんばかりのですねの本当にローストあまあ他のお肉と違ったのあのポークと違った 風味味ととかです、ね、もわえると思いますので特に肩、ね、ロースは部位、うんえー、の,の中でも、ね、非常にまあ美味しいところなので、えーまあ、今日はちょうど、ね、バキュームパック、まあ真空パックしたやつはお見せできませんけども、えーまあ、これがまあ一部ですけどワ1バックでバキュームで、えー、やっぱり2キロ弱ぐらいですかね,いすかねはいそうですね、はい、で今,日今日ご用意したのはこれで5 0 0ムぐらいです5 0 0ムですね、えー なんか特別にこれトリミングとか何もしてないですね。このままです。はい、アメリカンっぽくめちゃくちゃ掃除がちゃんとされているので、もう本当にこのまま切ればいいだけだと思いますね。ありがとうございます。はい。まりがいいですね。最高でございます。はい。ちょっとやらせっぽいですね。本当にでもね、実を言うと、あのトリミングはよくされているので、非常にまあブドマリがいいということで、油もあるいは表面のね、こうも結構筋が綺麗に引かれておりますので、非常にいいと思います。では。 じゃあ早速作ってみたいと思いますえっ、ー、とですね今日塊たに 500g なんで、えー、と塩をまずね振っていきたいと思うんですが大体でいいんですけども、あのー、約1%ぐらいですなので 500g なので今日は 5g ぐらいなんですが僕はあのこの3本指で大体 1g ぐらいをつかんでますでたまにねこうやって量っておくとね意外とまあアバウトですけど 便利に測れるんじゃないかなと思いますね。塩の振り方がプロっぽいですね。あ、あすみません。<あ>プロ。はい。まず、ね、これちょっと。はい、あの、側面もね、しっかりこう。塩していきますね。はい。ね、これで、ちゃんと、よく、なじませて。で、胡椒振っていきます。はい。これ、やっぱり。 あんまりあの早い段階でやると、はいえー、肉汁が逆に出ちゃうあこれですね逆に、はい、あの多少あの前もってやって頂い,いても大丈夫ですいいはい,い,いす、ね、そうですね、はい、でここの塩こしょこれが下味になりますのでこれからですねあの対立のビニール袋、まあ、こういうですねあの袋に食品用ですねなるべく食品用のものを使いくださいで入れていきます はい、低温調理なのでそうですね,ねそうやったあの袋に入れてとていうのがいるんですね、はい、そうですね、はい、でこいですねあの、ま、ちょっと耐熱の黒になるとちょっと硬いのでこあの水の中に入れて真空状態になるときに少し隙間が出てしまう可能性があるので<ん>大さじ1杯ぐらいですね油を一緒に入れておきます<ー>、はい、油を入れるとあまりそういったそうです、ね、隙間が,埋め,う隙間がめ埋められてちょうどよくなるそうですね で、これをですね、じゃ、あこのボニーク、低温調理器の方に。普通のサラダオイルですか。そうです、サラダオイルです。はい。はい、で、こう、ゆっくりですね。こう、沈めていくとですね。えっ、ー、と、空気が抜けて、真空状態になっていきます。あ、本当だ。はい。なので、ね、あの、こう、上に、ね、チャックあるやつを、こう、下する必要もございません。ただ、空気はどんどん上に抜けていきますので。 でこ,こです今<あ>65度ですねえ。これがあれですよね。そのそ低温調理をするための機械ですね。今日はボニークっていうのを使っております。これをですね、今65度で、えー、と1時間と30分ですね。にセットします。30分ですね。セットしたらこれでスタートですね。これで1時間半、えー、待つだけです。 この機械がその温度をセンサーでやっていて常にこの65度でずっとキープするわけですね、はいはい、そうですねやっぱりこうお肉の火の入り加減という,こう温度の調整管理っていうのがですね一番大事になってきますのでそれがおいしさにつながってくると思いますまあ低温調理っていうのはね本当にあにシェフはあのフレンチの出身でございますけどももともとフレンチですよね、はい、そうですね、えー、あの低温調理ととのはもも フォアグラのテリり糸を作るために考えられたと言われてますはいなんかススービーですねじゃあえっ、ー、とですねこれがあのちょっと今日はね時間がないので先に作っておきましたけどもこれが1時間半経った状態でございますこれですねえっ、ー、と水気もねそんなにこう あこれでもう65度で1時間半、えー、低温で調理したものですねこれでですね周りの水分をです、ね、しっかりこうあの拭き取っていただいてこれをですね水分やっぱり低温調理でやるという一、はい、つの意味はあれですかねやはりあの中の美味しい肉汁があんまり出て出ないそうですね低温だと本当に出づらくなるので、うん、あのぜひねこの残った肉汁の量とですねあの 大体 10%1 割も出ないというのが大体 50cc ぐらいですね1割も出ないぐ、はい、らいですねだから減らないので 500g ですもんねそうですねだから 50cc ぐらいですねなのでこれをじゃちょっと焼いていこうと思います今日はちょっとこっちの鉄板の方ですね焼いていきますまずね側面からですね側面から焼いていきますここで香ばしさがね出るのでしっかりめに焼いていきたいと思いますねあの フライパンで油を少し多めに入れてあの保温で本当に表面だけをしっかり焼けばいいだけもう火は入っておりますのであもうすでに低温調理で中まで火が入ってる肉中温度も上がっちゃうとそうです入ってると塩、ね、も入ってますねはい、えー、でこれを焼いてる間にじゃあちょっとねソースを今度作ってみたいと思います、はい 今日はね今日は、ね、ローストポークですよね、はい、ローストポークで、ちょっとあの、まあ、これからシェフのほうがあの、えー、ソースも作るんですけども、ちょっとあの大事なことはです、ね、でたぶ多分今日視聴されている方々は、まあ、いろんな、えー、外食からでもいらっしゃいますし、おそらくあの、えー、輸入されて、納品されたり、そういう方々もいらっしゃると思うんですが、あのやっぱり大事なのは、当然あの、お肉を,素材,をそのもの素材そのものを提案する。 というだけではなかなかその先のお客様は買っていただけないのでそのためにちょっとシェフに来ていただいてどうやってやはりそれを、えー、メニューに落とし込んだ形で提案するというのがすごい大事かなというの思いますので今日はちょっとあの普通ではなかなかやはりこういう機械がこう使ってやってますけどもあのやはり大事なことはやはり メニュー提案をやはりしていくでこれも家庭でできるっていうの後で多分ね家庭でもできるように、えー、すると、はい、あるいは外食の中でも展開できるという、はい、ようなことも含めてちょっとそういう想定を考えながら、えー、お聞きいただけるといいかなというふうに思いますはいはいじゃあすいません政府あのじゃあ作っていきたいと思います今日はですねあの本当に簡単なソースなんですけど和風に作ってみたいと思いますえっ、ー、とですねまずこれみりんですねみりんとこれ 石るっていうですね。石るね。石る石る出しっていうこうイワシで作った魚醤みたいなものですね。イワシの魚醤ですね。はい,すねはい。イワシの漁醤。水です。これ水です。これ全部ね一対一対一です。なのであのお肉の量とかねあの何人前っていうのに応じてあの倍増させていてもらえれば何 cc でも買いません。 大体ですね、あの1人前 100cc ぐらいあればいいと思うので、まあ、30、30、30で 90cc で大丈夫だと思います。これを実は沸かすだけです。うんはい、これで完了してしまいましたね。はい、で、ここでですね、ちょっとしいたけの、ね、風味を入れたいので、ちょっとしいたけを一緒に入れて、えっと、沸かしていきたいと思います。こんな感じですね。ね 石汁ですからね海の幸とそれからしいたけ山の幸と和風な感じですよね確かにね本当にあのこんなに合うのかって思うぐらいちょっとあったんであもともとこれはオリジナルではいかなりオリジナルですはいなるほどあの何となく普通にこう難しいソースとかで考えるのもまあ あのいいんですけども意外と簡単にできるものが身近にあったっていうことですねなるほどねはいこれをですねやってる間にちょっとあの思ったよりはい今沸くのが遅くなっております申し訳ございませんねはい、はい、じゃあその間ですね、はい、ちょっとあの乗っけるですね ちょっとあのお肉の上にのせるものを作っていきたいと思うんですけど大根おろしですね大根おろし,です、ね、おろしはい何グラムぐらいですかねこれで大体大さじ2杯ぐらいです大さじ2杯ぐらいですっと柚子胡椒ですこれ柚子胡椒ですね今,今ね柚子胡椒、はい、よくいろんなところでね出てきて、ね、そうですねあのこれを小さじ2分の1ぐらいですね小さじ2分の1ですねいですはい、はい、これをですね、はい、ちょっと入れて混ぜていきたいと思いますこれ端っこからこうゆっくりこうなんですかね少しずつ混ぜ合わせていくとあのムラができずにね できるのでやってくってください。これ大根おろしと伊豆胡椒ですから、はいえー、なんとなく、えー、あのおじさんの私には間違いないかなという, <laughs> そ,う、ね、そういう、えー、風味が感じがしますよね。これね本当にねあの素晴らしいねやってる間にちゃんとあの沸騰してきましたからね。ね素晴らしい。ちゃんと段取,段取りができたように。素晴らしい。 あ、はい、本当にあのあのあれしいたけの香りとそうです、ね、してきましたねさすがに、えー、さっきの魚醤いわしの魚醤のイシルまではあんまり匂いは知らないので、はい、よくわからないんですけどもでもなんかね,ねいい感じのね和風な感じの、えーはい、香りが残念ながらこの香りはあこの、えー、ウェブで飛ばせないので残念ですけれども画像だけと言われるとなんとなく想像はできるかなというふうに思います <laughs> じゃ火の入ったしいたけですね えとこれをみじん切りにして大根おろしと混ぜていきたいと思います食材を決して無駄にしないそうですね,ですねこれをですねあの干ししいたけとかどうやってもあの全然味がもうね出るのでいや僕からこ実は個人的には多分干ししいたけの方がいいかなと思う,あそうです、ね、あの多分すごくあの、えー、と味が出てきそうな感じ、はい、これ今日は生しいたけです 結構入れていきまーす。いやー、包丁さばきすごいですね。プロみたい。あ、じゃ、それで。<laughs> そうですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃ、これを混ぜていきますね。これ後で、あのー、お肉の上にね、乗せていきたいと思います。はい。そしうですね。ちょうど焼き上がりましたので、お肉の方を切っていきたいと思います。 こね、それ低温調理をした後に先ほど少し油引かれたんですかそうですね油を少し引かれて、はい、それであの表面だけを表面だけを焼いてるんですね高温でね本当にあに焼き色をつけるためだけにでか綺麗なねもうあ色みたいな感じにね、はい、仕上がっていますねじゃあこれであの断面をですね、えー、ちょっとぜひどれぐらい綺麗にできてるか、えー、これドキドキするとこですねはいねえー、結構 ところがところが低温調理なので大体安定はしてますよねそうですねあの本当失敗のないローストポークですねそうですね低温調理は本当そういうのはなかなか時間かけて失敗は少ないですけどそう言いながらこんだけプレッシャーかけてそれでじあ切っていきたいと思いますねはいちょっとねちょっともったいぶっていきたいと思いますけどねそうですね普通だとガスッと一発いけるそうですねはいもうどうでしょうかいいですかじゃあ き、はい、綺麗ですね綺麗ですね、はい、綺麗に入っておりますまあこんな感じになりますのでじゃあ盛り付けしていきたいと思いますこれね先にですねちょっとこうやっぱりあのー、通常家庭でポークを調理するとすいませんねそこ、はい、止めちゃってあどうしても焼きすぎちゃうっていうのがあるしよ、ね、でしょうね,ね豚を焼きすぎてしまうので、あのー、なんていうのかなすごいドライな感じに,にパサパ,パサパサ感があるけどやはり すすごいししっとりした感じですよねそうですね、う本当にしっとりして、もちろんあの60度以上、もう殺菌的にもですねあのちゃんと火が入っている状態ですので、ね、今、ちょっとねこう画像的に赤く見えますけどね。はい、まあ、それ、はい、今言われた、消費が言われたのは相当ポイントで、はい、やはりあの中に中まで、えー、中心温度が、えー、ちゃんと殺菌する、安全を確保した。 あれですね調理法というか調理法というとですかいうですねはいそ,うですねそれが非常に大事なことですよね真ん中にですね置いてはいこんな感じで完成になりますじゃあちょっとこちらはいはいこんな感じになりますね今日はえとちょうど団長さんに出ていたはいローストポーク。がちょっとすみません あれ、今週、先ほど言いましたように発売になっています、えー、よりおいしいキーワードは、塊肉低温調理ということで、はい、今、ちょうどカメラさんが仕上がり、最終のシクラシフの作ってもらった獲物を出してますけれども。 えー、本当にあの、えー、美味しいあのものになっておりますもう一回ちょっとこ,これ写せますかあ本の方もはいこんな形でですねあのシクラシェフもちゃんと登場してますのでちょっと写ってますね、えー、はいこんな感じですねはいはいまあこんな形であのまた再度お話なんですけども、はい、あのー これは本当に失敗しない調理方法でしかもパサつかない柔らかいと、はい、そうですね、えー、温度管理をですねやっぱりしっかりできるっていうのがですねまあ本当に低温調理の特徴ですのであの誰がやっても同じようになるので併せて実はあの、えー、我々 USMEF の方ではですねこういう形で「塊肉でおいしいごちそう」というパンフレットを、えー 作りましたアメリカンポークの塊肉のいろんなやり方ですねを載せておりますあのもしあのご医療の方あればあの我々のにあのコンタクトいただければですねこのパンフレットまた皆様の方に、えー、まあお送りできるというふうに思いますで合わせて先ほどねあのシェフの方がこのボニークさんのね、はいはい、あの低温調理器を使いましたけども、はい、まあ実はあの 使わなくてもですね、えー、家庭でできるように、えー、この中にちょっとレシピが入っておりまして、えー、実際には、あちょっとあの機械が僕に映ってないので、ちょっと分かりにくいんですけども、あのー、この機械がなくても、はいえー、家庭で、まあ、どういう形でやったらいい、そうですね、あのはい、沸騰したお湯の中にですね、あのまあ、あの防水、防水とラップで、まあ、何重かにして、水が入らないようにしても、 生肉を沈めてい,くいただくことによってあの温度がもう100度以上いくことは当然ないのであとは下がっていくだけですのでそのタイミングであの低温調理になるっていうやり方をご紹介させていただいてますのでぜひ決してあれですよね、はい、そのつけた状態で沸騰させたやつあるいはつけた状態で入れてたら、はい、それは当然ながらどん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 温度が上がってしまうのでこういう低温調理のこのしっとりとした赤身には なならないですよね,なですねで簡単の方法は一旦切って、はい、それで、えー、いわゆる漬け込みといいますかねそうですね,、はいですねまあ、もちろん塊の大きさとかいろんな具合によって、はい、あの少し時間が変わってとりすかると思うんですがそういったのがいろいろご説明をさせていただいていますので、はい、ぜひまあこういった形で見ていただければというふうに、はいえー、思います、はい、で,ですからまあ,あの素材 だけではなかなかね皆さん買っていただけないお客様にもやって買っていただけないのでこういうね調理とか家庭でできるあるいは外食の中でもその生かせるようなこういったのを一緒につけてまあアメリカンポークを販売していただければというふうに思っています最後に何か一言どうぞいや本当にあの僕はあの本当に肩ロースっていう部位が大好きでしたので本当にあのこローストポークにはうってつけだと思いますのでぜひ 試していただけるようにあの宣伝していただければなと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。どうも、シクラス、日ど日はどうもありがとうございました。はい、今日うはライブ配信で、えー、スーパーマーケットトレードショーからですね、配信をしておりますけども、えー、スーパーマーケットトレードショーは今日中日でございまして、えー、明日、えー、金曜日までですね、えー、やっておりますので、ぜひあの、まああの、来られる方はアメリカン えー、ビーフ、ポーク、えー、をやっておりますので、ぜひ USMF ・米国食肉質連合会の、えー、ところに、幕、え、張、ー、メッセ、会場は幕張メッセで、えー、ホール1、一番駅から遠いんですけどね、えー、駐車場から一番近いところですけども、そこにブースを持っておりますので、またさまざまなご提案ができると思いますので、えー、ぜひあの、えー、来ていただければと、お越しいただければというように思います。 はい。ライブ配信でございました。今日はあの、すみませんど、うもありがとうございました。うしたどうもどうもありがとうございました。<ー>どうもありがとうございました。